西武101系電車総武流山電鉄3000系電車、流鉄5000系電車総武流山電鉄3000系電車は、流鉄が総武流山電鉄時代の1999年に西武鉄道から譲り受けして運用を開始した通勤系電車。本校では2010年から運用を開始した。 主車が3000型と同一系列である、流鉄5000系電車についても記述する。なお、総部、流山電鉄。流鉄では1979年の1200系、導入以来、新規に導入した編成に対し編成相称をつけており、本校でも編成を表す場合は、編成相称を用いる。共に1970年西部、所沢車両工場制。 在来車1200系、1300系の置き換えのため、1999年に101系の4両編成2本を3両編成化して、譲り受けしたもの。3両編成化に際し、出社の内もは101系偶数車に、廃車となる区派1101系の運転台を接合して、戦闘車化を行っている。形式は、馬橋より車両が、制御車区派30系。 中間車が主制御機と菱形パンタグラフ2機を装備した電動車も破3100系、流れ山寄り車両が制御電動車、雲波3000系である。なお、本系列は西武101系で唯一の他事業者への譲渡事例である。2010年1月20日の全列車二両編成化により定期運用を離脱し、流星は同年8月29日、 若葉は2011年5月15日のさよなら、運転をもって運用を終了し、廃車となった。5004編成は1979年東急、車両製造製、それ以外の4編成は1982年西部、所沢車両工場製。つくばエクスプレス開業後の流山線の小売化の一環として、 定期列車を終日ワンマン運転の二両編成にするために2009年以降新101系の二両編成を譲り受けしたもの。編成両車とも制御電動車で形式は馬橋より車両が雲葉5100系、流れ山より車両が主制御機と菱形パンタグラフ2機を装備した雲葉5000系である。譲り受けに際してはワンマン運転対応改造に加え、 全面行き先表示器の LED 化が実施されている。なお、3000型とは、MM ユニットの向きが逆である。2009年に5 0 0 1編成が、武蔵川岡車両研修場で改造され、6月17日に、流鉄カラーとなり、同所から、南入リ車両基地まで移動の後、6月22日に、滋賀基地駅から、馬橋駅まで、公衆輸送された。 流れ山線入線後に、相性版の取り付けと行き先表示器の LED 化が行われた。西部時代に種別幕だった表示器には、ワンマンを表示する。他にも、各駅停車、ビアー列車も表示する。2009年度冬からの運行開始が、駅の掲示板で告知された後、2010年1月23日のダイヤ改正に先駆け、同月20日に営業運転が開始された。 5002編成は2010年度に導入が予定され、2010年9月に車両が公衆輸送された後、翌2011年3月11日に流星として営業運転が開始された。2011年10月には5003編成が公衆輸送され、2012年3月14日に2代目赤木として営業運転が開始された。 2012年9月には5004編成が公衆輸送され、3代目若葉として12月3日から営業運転開始された。2013年9月には5005編成が公衆輸送され、3代目菜の花として12月6日から営業運転開始された。これにより前後編成が出揃い、在来形式をすべて置き換えた。 なお、5003編成は2011年6月5日に、西武鉄道の武蔵ヶ岡車両研修場で開催された、西武電車フェスタ2011イ武蔵ヶ岡車両研修場にて、本系列への改造途上の状態で展示されている。5001編成は全般検査入場のため、2017年7月30日のさよなら運転をもって、龍馬としての運転を終了。 2018年8月23日より、新塗装、桜として営業運転に復帰した、他社の西部新101形状都社。ありがとうございます。